置いてワンカップ美味しいから、酒全然飲まんけんな、ワンカップなんか美味しくないやろ。修行でしょ、コンビニの前とかでワンカップ飲んでるおじいちゃんって。え、これなんか30代とか40代でめちゃくちゃ悪さしたけん罰受け取っちゃう。俺そう思ったよ。コンビニの前とかから路地裏とかでワンカップの飲んどうおじいちゃんは、あら修行しとるんやろ。じゃないとおかしいもん。企画で飲んだことあるけどめちゃくちゃまずかったぞ。びっくりした。あれにお金払うぐらいなら払わん方がいい。多分貯金した方がいいぞ。だ鬼殺しとかワンカップ10個我慢したらまあまあいい酒買えるやろ。普通に缶チューハイとか買えるじゃないと、ビールとか買えるでしょ。ビール飲めや。やばいって。皆さんこんにちは。背中にこぶあるやつ大体楽だ。どうもラファエルです。あらゆるって言ってしまった。はい、どうも皆さんこんにちは。マンコ臭いやつ大体女 DJ 社長です。まあね、今日ね、俺が何が言いたいかってね、もう最近ね、すごいわけよ。メンバーの遅刻が、あいつら遅刻しすぎなんよね。キレてるわけよマジ。俺も遅刻するタイプやけ、人が遅刻してもあんまり怒らないでおこうと。けどゲットがあったわけ。遅刻するって言っても20分30分とか、けど最近平気で3時間とか遅刻してくるの。でその後に二度寝とかしたら飯食ったりするじゃんこれ。まあね、俺もちょっと甘やかしすぎたということで、とりあえず言ってやったよ。久々に長文。多分これで気づくと思う。普段俺あんま仕事に対して上司っぽいこと全く言わん。そんな俺がよ、5時半に六本木交差点に来て、で最近いくらでも遅刻が多すぎ、この日はマジでやめてみ。さらに今日もう一回送ったけんね、まあここまで言って遅刻してきたらもうさすがに罰よ。言っても分かんないやつは体で教えるしかない。罰ゲーム、1分遅刻するごとに鬼殺し1杯。この前のように3時間遅刻してきたら180杯。まあ俺も言った以上、俺は遅刻することないけん、誰も遅刻してこんかったら俺が鬼殺し10本飲む。じゃあそれでは明日の結果発表を楽しみに行きましょう。遅刻してほしいな。すごいよ、すごい、びっくりした。俺より早くおった。そう、15時間1時間前におるっていう。なんなんやろねそれ。逆にあの LINE 見た時に、この日だけは遅刻絶対1分もできねえと思って。そういう時ってあるけどね、メリハリって大事だけど。あいつらが遅れたらまあ動画的に面白い。飲ませましょう。はい、ということで時間はもう30分、ジャスト。はい、ぴったり。電話してみよう。今どこいる？いや、今交差点行ってます。交差点に着いたら電話して。了解です。では来た。33分。3杯や。なんだ、3杯ぐらい飲めるやん。余裕や。おはよう。はい、ちなみに今撮影中。撮影中遅刻してきました。3分遅刻した。ちなみに俺1時間前から来とってそれは気づくない。あ、これ出た。社長出た。いや、社長似てません？ちょっと、まあ、あんま他人とは思えんの。滑ったよ。メーターが滑ったみたいになるやろ。罰ゲームあるよね。絶対嫌なんや。1分遅刻するごとに鬼殺しを1杯。鬼は殺せても丸は殺せんぜよ。お前頼りでいけよ。間違いない。え、鬼殺し飲んだことないよ。ないっす。美味しくはないよ。はい、ということでなんですけど、問題が発生して、ポイさんがね、薬やべえやつ決めた。無理無理。その身なりでやべえやつって言ったらもうその通りでしかない。お酒飲めんらしいけ、お酒以外何って言って、でもお酒よりハードル高くないとダメよみたいに言ったら、そうそうそう、やっぱおしっこ飲むらしい、うん、結構ハードル上がったよ。そもそも別に酒より正面飲む。それやばいけど。お酒好きじゃないもん。そう、いや言っておしっこが好きなわけじゃないでも好きではないよ。飲みたいわけではない。ファンタとかが罰ゲームでさあファンタ飲んでもらいましょう。そんなことないけど。しかも墓場の前。誰が社長の顔墓場や。誰が顔面墓場。手合わせとけよ。よし行こう。ついでついで。まあまああるやん。これめちゃくちゃ辛いよ。いやでもまあ。墓場に吐いたら多分殺されるよ。ここは墓場ではないし。確かに。ここでゲロ吐いたやつどうだこうだって言ったら見てみ、ここ六本木やけんね。俺らが吐かんでも毎日50リットルぐらいのゲロが毎日吐かれとる。いやもうパンパンパンって言って。パン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 。なんで吐く前提の？え？吐く？吐くよ。え？鬼は殺せても丸は殺せんぜよ。殺せ。こんなん飲むなら正面の。やっぱりそっち側だよ。これ3杯は飲めない。おしっこの方がいいんだけど。マジかよ。おしっこの方が美味しい。じゃあいただきます。3分遅刻して申し訳ありませんでした。3分なんてやばい。違うよ、人の道外れすぎやろお前。3分はそんな普通の会社やったらクビやぞ。10秒や20秒ぐらいやったら分かるよ。覚えとけよ。3分なんてもう親の顔がマジ見てみて。いただきます。エリバイ。うわあすげえ。はいや、自分の正面がいい。さあおしっこ摂取中。一個出たね。いや3杯分出してよ。生ビールやん。やばやば。ピンタこれ見ても正面の方がマシ。無理やろ。そんな量が出るんやったら無理。それでは飲んでもらいましょう。めっちゃ辛い。殺しなんてよ。めっちゃ辛い。テイスティングする意味がわからない。気持ち悪い。気持ち悪いとか言った。
マジしょっぱい系。おい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 。バリしょっぱい系。マジでしょっぱい、マジでしょっぱい。見てるぞ、おい見てるぞ、おい。ギターもテイスティングしてる。あったかー、あったかいよ。あったかい。うわー、いった。ラスト一杯グイ行ってもらおう。お前あんなこれでゲロ吐きよってグイ行ってもらおうなんて。俺はそのおしっこの量が人から出たものとは思えん。金玉パンパンやったやろ。金玉からおしっこ出ない。膀胱カレーマジレスやめて。マジボケやったろ今。今日の正面何味？デパートの2階の床。なわけない、なわけないよ。なわけない。俺だけじゃ分からん。やっぱ料理人やもん。まあ元々料理人やけど。テイスティングは。塩とれな。銀ちゃんもちょっと口に含んでみたの。確かに。みんな含んだ。やばい。おしっこかかった。うわかかった。やべやべ。自分の袋。やばい。ここ回ってきよって思ったもん。いや絶対俺来るな。風味がなんかすごいじゃん。いや家に出るアリを潰した時の匂いしますね。それは分からん。昨日甘いもの食べたでしょ。スイートポテト2個食べた。糖尿のやつ。あスイートポテトの匂いする。スイートポテトの匂いする。ちょっと一回見てください。スイートポテトの匂いする。いただきます。はい。量増えた。さすが錬金術師。いや俺のラストは俺のって変わってない。誰も取り合ってねえ。じゃあもうラスト。あーしか。うわー飲んだ。美味しくはないよ。美味しくはないよ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。